46回小田原工場五大祭りオープニングです。まずは陸上自衛隊第一音楽隊の皆様の美しい演奏をお楽しみください。ここで第一音楽隊をご紹介いたします。第一音楽隊は首都圏を担う陸上自衛隊第一師団に属し、東京をはじめ神奈川、埼玉、静岡、山梨、千葉、茨城の7都県を演奏担当区域とし、東京練馬区にある練馬駐屯地に所在しています。皆さんこんにちは。先ほどご紹介いただきました、私たちは川崎市消防音楽隊とカラーガード隊レッドウィングスです。皆様、待ちに待ったゴールデンウィーク楽しんでいらっしゃいますでしょうか。本日は大変天候にも恵まれ、素晴らしい行楽日和となりました。これからのひととき、短い時間ではございますが、私たちの演奏と演技をどうぞお楽しみください。こんにちは。今日はこんなに素晴らしい五月晴れでございます。また皆様方のお出ましも大変早くよりお越しいただきまして、この暑さの中さぞかし大変だったと思います。しかしこの豪華華麗な小田原のお城祭りを十分堪能していただきたいと思っております。本日にご参加いただきます寄居町議会議長原口隆様、高校が関東制覇のきっかけとなったゆかりの三島大社と、かの有名な山中城の地元より、三島市地域振興部長宮崎正幸様、北条五代の墓を祀る湯本宗雲寺の地元より、箱根町町長山口信夫様、小田原市の姉妹都市であります日光市より、日光市長斉藤文夫様。小田原市長の加藤健一でございます。本日はようこそ第46回小田原北条五代祭りにお越しくださいました。小田原市民の方をはじめ、また今日はおそらく多くの市外からのお客様、今日お越しをいただいております。
たさい。初代王女総皇太よいよいたさい。王女二代浮安殿よいよいたさい。王女三代浮安隊準備をいたさい。北条五代姫隊主人の準備用意をいたさい。北条四代石和三隊主人の準備をいたさい。北条五代内田王殿主人の準備用意をいたさい。祖先の時代に思いを馳せるご案内役させていただきますのは、今年も講談界の若きプリンスと言われてもう20年も経ってしまった講談師の神田陽次でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。ご存知の通り、小田原北条五代祭りの北条は鎌倉で源頼朝に仕えていた北条家とは区別するために呉北条、後の北条と呼ばれております。時はいつなんめりや、今から遡ること830年、治承4年、この実り豊かな小田原の地に小早川八太郎と大平が初めて館を構えたところから一大叙事史が始まるのでございます。やがて応永2年頃、鎌倉公方足利持ち氏の命により、時代は大森藤織らの治世となっておりました。しかしその頃、小田原の人々は打ち続く戦乱飢えと貧しさのために大変苦しんでおりました。三嶋大社の御託船なのだ。者ども、馬を引け。